皆さん、こんにちは。インスパイア株式会社、横田修林と申します。今日はですね、弊社といっても私一人しかおりませんが、主催していますネットビジネス研究会というですね、会員制のサービスっていうのをやってるんですけど、こちらの方に4つのコースが存在してるんですが、この4つのコースについてですね、15分の動画の中で説明していきたいと思います。では早速ですが、こちらをご覧ください。ここにありますように、スカイプ会員、デイリー会員、ムービー会員、セミナー会員と4種類あります。どれもですね、月々3000円の税別となっていますので、非常にですね、割り算していただくと、1日100円ですかね、100円で勉強できるみたいなイメージなので、そんなにね、負担はない形で、勉強できるようになっていて、毎月ね、会費を支払っていただくっていう形になってるんですけど、ではこの4つのね、違いっていうのを説明していきたいと思います。まず一番上のですね、スカイプ会員っていうのから紹介していきたいと思いますが、こちらはですね、毎月2回、指定日があります。これ朝8時半からだいたい夕方の18時、これ16時ってなってますけど、18時までですね、の間でですね、指定されます。で、これを月2回、だいたい朝から13時ぐらいまでのパターンと、13時から夕方のパターンと、2つに分けまして、1ヶ月に2回、そのような日をですね、指定しますので、その中で30分ずつこう刻んでいますから、そこの中で申し込んでいただければ、アドバイスを受けることができます。で、受け方は、一応スカイプ会員ってなってますから、スカイプでもいいんですけど、最近ではね、ズームとか、テレビ電話とか、普通のね、携帯電話いいし、最近だったら VR を使ったね、電話みたいなのできると思うので、どんな手段でも結構なんですけど、何かを通してですね、相談いただければアドバイスを受けることができるというものが、スカイプ会員というものです。ただこれのね、欠点を言っときますと、指定する日っていうのが決まっていなくて、私がスケジュール的に空いてる日っていうのを指定しますので、皆さんのご都合に合うかどうかっていうのがね、わからないんですね。例えばその日どうしても出張が入ってるとか、どうしてもイベントでね、受けられないとかってことがあると思いますので、その分安いと思ってください。普通にコンサルティングで通信プランとか、単発でですね、コンサルティング申し込んでいただけると、この値段では受けれませんので、そこをですね、なんで毎月受けられないんだよって言わないでください。だから安いんだと思って、決めてほしいのと、あと当然先着順なので、同じ時間にね、2人の人を、ね、アドバイスすることできませんから、先に申し込みされてしまったらその時間は埋まってしまいますので、ぜひですね、月初めに告知をしますので、すぐですね、申し込んで予約をしていただければと思います。これがスカイプ会員です。で、続いて、デイリー会員っていうもの。これね、ちょっとね、特殊な会員なんですけど、1日100円で勉強できるっていうのは、このデイリー会員が一番使えるかなと思うんですが、毎日ですね、有料のね、SNS だったんですけど、ネットビジネス研究所というですね、有料の会員制の SNS の中で、毎日1キーワードですね、おすすめのホームページとかをですね、解説しているものがあるんですね。これをですね、勉強することができます。最近話題の商品とか話題のキーワードっていうのを取り上げまして、そしてそのキーワードで注目すべきホームページとか、でそのキーワードがなぜ注目なのか、例えば検索数がいくつぐらいで、スマートフォンの検索率がどのぐらいでとか、クリック単価どのぐらいでとか、関連ワードがこんなものがあってとかですね、そしてこのホームページがなぜおすすめかとか、こういったことをですね、学べるんですね。これは主にですね、普通の方はなかなかこれを使いこなせる方は難しいかなと思っていますけど、例えばホームページの制作会社の方とか、事業の方とか、コンサルタントの方とか、例えば広告代理店の方とか、印刷会社さんみたいに、自分のクライアントさん、お客さんを抱えている企業の方々なんかは、事例として、いろいろね、知っておくっていう意味でも使えるかなと思いますし、あとはですね、これ現在3、どのぐらいかな、3000記事ぐらいを超えるですね、キーワードの分析をしていますので、このキーワードに関して検索して探すことができるんですね。
なので、自分のお客さんで、なんかこの気になるね、業界があったときに、キーワードで検索していただくと、過去の記事をですね、探すことができるっていうのも、結構面白いんじゃないかなと思います。なので、まあ、事例を探すっていう意味では、まあ、3000事例ね、なかなかないですから。で、しかも、この過去のスレッド、過去のね、ものであったとしても、新しいそのキーワードに関して、面白いサービスとか、サイトとか出てきましたら、それもね、紹介してますから、そういう意味でもね、デイリー会員は面白いかなと思います。そして今ですね、最も人気があるのが3番目のですね、ムービー会員というものなんですけど、これは1日1回更新されるブログで紹介のノウハウ動画をグループで共有することなんですね。まあ、これ15分動画っていうのを毎日ね、僕はブログで貼り付けていますけど、これは無料で公開してますから、当然ですね、ムービー会員だろうが、一般の方だろうが見ることはできるんですけど、これはムービー会員だけのグループっていうところで共有してますので、そのノウハウを聞いて、例えば質問があったりとか、こういうことわからないんだけど、みたいなことがあれば、そのムービー会員の方だけのグループの中で質問してもらえれば、答えることが、私が答えるということが、メリットかなと思います。もちろんね、それ以外のところでも、質問されたら答えることあるんですけど、当然会員の方優先ということでやっているということが一つと、そしてですね、まあ大体平均月1本から2本ぐらいですね、セミナー映像、一般的には5000円で販売している、セミナー映像っていうものを、月額3000円の中で、見放題であるということです。なので、まあ、その月だけでも5000円のが3000円で学べるだけでも、もちろんね、メリットあるんですけど、過去のね、動画、もうこれ50本ぐらいセミナー映像が上がってるんですけど、これらのものを、ムービー会員の方は、特別にですね、過去のものであったとしても全部見ることができますので、例えば自分が気になった時に、過去のね、検索してですね、Facebook 見たいとか、なんか、インスタ見たいとかですね、昔のソーシャルメディアで見たいとかっていうものも、全部検索して見ることができるっていうのは、結構お得なんじゃないかなっていうふうに思います。で、これが最近すごく人気で、ムービー会員が一番、会員数は多くなっています。で、あとはですね、大学とかですね、あといろんな講演でね、お話しする内容なんかの音声データだけをここで公開したり、例えば教材にはなっていないんだけど、何かね、こう、コンテンツとして残しておきたいみたいなのも、見ることができますので、そういう意味でもですね、結構お宝なものとかが出てきたりしますので、これもおすすめかなって気がしています。これ一応なんていうのかな、表立って、その著作権の関係とかいろんな関係があって販売できないようなものっていうのがあるんですね。どっかで講演した時の様子とかね。で、これ一応その許可いろいろ取らなきゃいけなかったりするものがあるんだけど、このムービー会の中ではそういったものをたまに公開したりもしているので、まあ、そういう点でもね、毎月3000円以上の価値はあるんじゃないかなと思ってますので、ムービー会員入っていただければ、そのようなノウハウを学ぶことができます。そして最後ですね、セミナー会員っていうのがあります。これはもともとセミナー会員から始まったサービスなんですけど、大体ね、月1回、大体ね、まあ、必ずですね、月1回もすでに100回以上開催しています、ネットビジネス研究会っていうですね、僕がセミナーで講師を務めたり、有名な先生に来ていただいて、お話をしていただいたりっていうのを5000円で開催しているものを、セミナー会員の方は、3000円で受けることができるというものなんですね。なので、まあ、考えていただければわかるんだけど、5000円を12ヶ月連続で受けると6万円になりますが、3000円で12ヶ月だと3万6000円なので、だいぶ安いですよね。ということは、だいたい3000×12 の3万6000円ということは、5000円のセミナーを7回ぐらい受けるんだれば、会員になった方が得だということですね。そして、あともう一個ね、いい点、セミナー会員のいい点っていうのは、その、セミナー会員になっていれば、当然当日も安く受けることができるんだけど、当日どうしても参加ができなかったっていう場合ありますよね。そういう場合に、そのセミナー映像っていうのを、見ることができるんですね。なので、その、レジュメっていうのは参加した人しか差し上げていないんですけど、PDF で差し上げてないんですけど、セミナーに参加できなかったとしても、映像を見ることができるので、まあ、例えば、新潟県に住んでいる人しか、まあ、新潟で開催しますので、新潟市で開催しますので、県外の方はセミナー会員ってなかなか難しいかもしれないんですが、
でも、県外の方でも、映像を見たいっていうんであれば、セミナー会に入っていただけると、見ることができますと。で、まあ、ただし、レジュメはね、ゲットできませんが。ただ、あともう一個ね、いい点は、その参加された方も映像でもう一回振り返ることができますので、その、まあ、例えば遅刻してきた場合とか、早退しちゃった場合もそうだし、フルに受けたとしても、2度、3度とですね、映像で振り返ったりすることもできますので、まあ、そういう点でもセミナー会員はメリットがあるのかなって気がしています。で、この、4コースっていうもので、現在行っているんですけど、これらのものをですね、やっていく中で、一番最初の課題っていうのは、支払い方法なんですけど、支払い方法は、口座振替っていうのの、一択でしか今やっていません。昔は年払いとかあったんですけど、今です。月会費の口座振替のみとなっているんですね。で、このものは、事前にですね、申し込みを、していただけると、口座振替のですね、申し込み用紙っていうのが届きます。そちらに書いていただいて、よくね、ハンコとかを押し忘れる人いるんですけど、押す箇所がいっぱいあるので、間違いないで押していただいて、その書類を返送していただきます。で、返送していただいたら、弊社がそれを受け取って、僕的に内容的に OK になった時点ですね。まあ、大体その日に銀行にも提出しちゃいますけど、そこで僕が確認して OK となった時点で、正式に入会となりまして、スカイプ会員、デイリー会員、ムービー会員、セミナー会員、それぞれすべて別々で、Facebook のグループで管理をしています。そちらの方に招待をします。そうすると、そこの中で初めて正式な入会という形になります。で、なので、ちょっとね、そのタイムラグがあるんです。で、ただですね、県外の方は、口座振替を申し込みをされてから、実際に銀行に提出してですね、手続きが完了するまでに3ヶ月ぐらいかかるんですね。なので3ヶ月ぐらいに関しては、もう受け取った時点で、費用はいただかないで、先に見ることができます。ただし3ヶ月で設定が始まった段階で、ちょっと先だけ3ヶ月分いただくことになりますけど、とりあえず最初お支払いよりも前に、口座振り替えの設定の紙が届いた時点で、見ることができますので、おすすめです。で、県内の方は結構早くてですね、県内の銀行を指定された方は、まあ、1ヶ月内には大体、引き落としの設定が始まるんですけど、これも同じく受け取った時点から、正式な会員となりますので、見ることができます。なので、できれば Facebook のアカウント、というか、できればじゃない、絶対かな。Facebook のアカウントで現在管理してますので、Facebook のアカウントで、友達になっていただいて、やり取りとかも Facebook の中でやります。で、Skype 会に関しては、この Facebook のグループの中で、その電話予約のですね、申し込みっていうのを、その中でやっていますので、メールで連絡を差し上げるんですけど、申し込みの実際、何時から何時って選ぶのは、グループの中でやっていますので、グループ、Facebook でのお知らせ、もしくはメールのお知らせの中から、チェックして予約してください。で、デイリー会に関しましては、一応会員制のサービスの方にも招待を出すんですけど、ここからもメールが更新されたら行きますし、Facebook の方にも上げているので、お知らせの方で通知を受け取ってください。で、毎日一つ必ず、おすすめの動画っていうのがね、おすすめの、記事っていうのが上がるんですけど、それだけではなくて、過去の記事でも追記した場合は、すべて、Facebook のグループの方でお知らせをしていますので、ぜひチェックしてください。で、ムービー会員の方はですね、ムービーで、もちろんね、毎日、15分動画もお伝えするし、セミナーとかがあった場合は、そこの中で書いておくんですけど、大体通販の教材の、横田修理 .net っていうところを見るとですね、詳しくはホームページ、ブログを見てねっていうリンクをクリックするとですね、ブログの方にですね、ムービー会の方はここから視聴できますっていうリンクがあります。そこを見ていくと、セミナー映像を見ることができますので、ちょっとわかりにくいんですけど、そのようなシステムになってますので、よろしくお願いします。そしてセミナー会員の方は、セミナーの案内は、メール、そしてですね、Facebook イベントの方でも行いますので、ぜひそんな感じで利用していただければと思います。はい、ということでですね、ネットリス研究会を始めまして、もうね、10年近くなるんですけど、ようやく、これを動画で説明するっていうのはどういうことなんて気がしますけど、ぜひ皆さんも、会員になっていただければと思います。インスパイアの方でした。ありがとうございました。